すごい活気。海助がやってきたのは宮城県の石巻魚市場。ここにピッカピカのタチウオ、海恋さんが取ってきたこの輝きに、他の、ね、漁師さんが持ってくるタチウオよりは、まあ、威勢を隠すかなと。楽しみで待ってる業者いっぱいいますから、そういう面では今ブランドになってます、ね、そんな漁業関係者から熱い視線を浴びる海恋仲間が、綺麗だね、量より質っていうのは間違いなく海を守ることにつながる。海に恋する仲間探しの旅、海恋。よし、阿部さんは代々続く17代目の漁師さん。こだわりは自分で手に取ってしっかり手当てができるっていう引き縄が。船で釣り糸とルアーを引っ張りながら魚を釣る漁法ですが、ただ釣るだけではなく、来た、おー、いいの来たな。でっか、これはやばい。暴れて傷がつかないようにすぐに締めて、一匹一匹体に触れないように優しく扱うのがポイント。でもめちゃくちゃ非効率ですよ。ただ非効率への挑戦っていうのが、数が取れても効率を求めて雑に扱うと売り物にならず無駄になってしまう魚も。綺麗ってことは丁寧に扱ってるなって思ってもらえるじゃないですか。やっぱ見た目も大事かなとは思います。すると市場では通常の2倍以上の値段に。資源管理っていう意味で大事ですし、手間暇かければもっと美味しくなるんだよっていうのは知ってもらいたい。